うん、私こっちで見たのいくら、うん、来ましたかね。あ、来てますね。あ、ありがとうございます。皆さんこんにちは。あ、出てますよ。こんにちは。皆さんこんにちは。こんばんは。ピエロです。ピエロです。こんばんは。はい。あ、こんにちは。ルーカイさん、こんにちは。ちょっとさっきピン止めだけします。はい、お願いします。どうやってやったらいいんだろう。コメント。あ、行きますね。すいません。はい、ちょっとピン止めしてもらってます。どうぞどうぞ。ピオさん、こんにちは。あ、結構あの初めましての方結構いらっしゃる気がします。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、しおり。166。ゆいんくさん。こんにちは。160。初めましてって。あ、そう、本当ですね。あ、R-G 初めまして。0327さん、初めまして。さん、投稿続々と。あ、無理できない。え、これどうやってやるんですか。なんかね、やっぱ長押し。どっか行っちゃいました。あ、どこにいるやろ。うん。皆さんこんにちは。本日はあのね、最近3月6日に発売されたちょっとこちらのタンクトップとこのニットカーディガン、こちらのカーディガンと一緒にご説明をご説明をさせていただきたいなと思います。すいません、遅くなっちゃった。ありがとうございます。はい、そうですね、先週の金曜日に発売された2つをご紹介させていただきます。はいはい、ヒーローの服好きです、かわいいです、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。うん、かわいいですよね。ほんまにかわいい。かわいい。あ、これね。タンクトップと、はい、なんかタンクトップなんですけど、はいはい、タンクトップと、このカーディガンの、はいはい、今日はご紹介です。はい、2つですね。はい、ね、早速始めます。そうですね、そろそろ、はい、ご説明の方を、はい、させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、こちらのタンクトップが、はい、アサコン V ネックタンクです。カラーが4色ございまして、はい、ブラックとモカ、これモカ、はい、このモカですね。はい、モカと木ベージュが今ちょっとこのこちらに着せてるんですけど、このお色味と一緒です。はい、木ベージュと、はい、ベージュスモークネイビーブルーです。はい、私が着用しているスモークネイビーブルーです、はい、の4色展開となっております。はい、であと後ほどご紹介するんですけど、このカーディガンも同じお素材で同じカラー、はい、同じカラー、はい、同じカラーで、はい、ちょっとねセットアップみたいな感じで、ね、着用していただけるアイテムです。なので、はい、また詳しくはさせていただくんですけど、4色展開です。はい、でサイズが M サイズと L サイズです。はい、私たちは M サイズを着用してます。はい、M サイズですね。はい、はい、お値段先にお伝えしていきます と、はい、こちらのタンクトップが2290円税込みです。はい、はい、ですかね。はい、そんな感じですね。はい、ね。はい、基本的にはこれはまあインナーとして合わせてもらうコーデがおすすめなんですけど、まあ今上に羽織ってるこのカーディガンとセットで着てもらってもいいですし、上にまた違うものを合わせてもらってこれをインナーとして着てもらってもおすすめです。はい、はい、なんかね結構セットな感じ、セットで合わせる感じが今年らしくておすすめなんですけど、全く同じ素材なので、はい、もちろんね、ちょっと別々にも着用していただく、まあ、別々にちょっと今回別々の販売になるんですけど、あ、そうですね、はい、単品使いでもすごい可愛いんですけど、はい、うん、はい、ですね、はい、ちょっと素材がお素材ですね、はい、ご説明しますね。お素材がアクリル 50%、はい、レーヨン 35%、麻 15% の麻コン素材です。はい、ちょっと素材やからこっちにしますね。
あ、そうですね、黒やったらなんかね、多分機械が飛ぶんですよ。あ、ほんとだ、こんな感じのさらっとしているお素材です、はい、あのちょっと薄めの淡い色は透け感がちょっとあるような涼しげなカーディガンと、はい、V ネックタンク、はい、になってます、はい、で濃いお色が若干の透け感になるんですね。そうですね、私のネイビーとブラックとかは若干の透け感と、はい、そうですね、うん、はい、で中のインナー、多分気になると思うんですけど、この中に着ていただくインナーは、はいはい、今しおりさんと私は、はい、ブラックですよね。あ、そう、私たちは今ブラックの、はい、あのキャンプミソールを着用してます。着てるんですけど、あの、はい、全然透けないですよね。透けないです。はい、あの、はい、わからない、うん、わからない、あの若干の透け感、あの涼しげな感じの素材にはなるんですけど、うん、黒のインナー合わせてもらっても、はい、あの響くことはあまり目立つことはないと思います。ただこういったちょっと淡いベージュとか、うん、木ベージュになるとちょっと白 の, あのインナーとか合わせてもらう方が、はい、もしかするといいかもしれないです。はい、黒でも全然変じゃないと思います。変じゃないと思います、うん、透け感とかはそんな感じですかね。はい、はい、ベストあります。そうですね、はい、ネイビー可愛い。あ、ネイビー好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。ネイビーに、私もネイビー好きなんです。好きなんです。よりさんネイビーね、似合うんだ。このネイビーなんか結構ちょっとブルーっぽい、ブルーパープルっぽい、ブルーっぽいかもしれない。うん、ネイビー。はい。だからすごい可愛い。そう、濃すぎずちょっと、うんうん、使いやすい。なんかサラッとしてるんですけど生地は、うん、でもしっかりしてるので、はい、ちょっと落ち感のある感じで、うん、全体的にね、はい、はい、ですね。ね、そう。ピッチさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。本日は2点の紹介となっております。こちらのタンクトップとこちらのカーディガン2点のご紹介となっております。はい、あ、 M サイズと L サイズ大きさ結構違いますかってコメントいただいてますので、はい、ちょっと画面でお見せしましょうかね。はい、あ、出してなかった。あ、私出してます。あ、出してます。あの、ちょっと画面越しなんですけど、サイズが分かるものをニットカーディガン、タンクトップの方ですかね。両方からタンクトップからいきますね。はい、でカーディガンの方はまた後でご説明の際にもう一回お伝えしたいなと思います。はい、毛玉になりやすいですかってコメントいただいてるんですけど、毛玉どうですかね。なりにくいですよね。毛玉なりにくいかなと思うんですけど、なんか結構、うん、あのなりにくいと思います。うん、レヨンが何パーだ。あ、35%です。35%。アクリルが、アクリル50です。で朝15、何やろ、なんかちょっとサラッとした感じ、うん、そうですね、朝が入ってるんで、うんうん、結構サラッとしてるし、うん、洗濯しても縮んだり型崩れとかもしないお素材なので、うん、どうですかね。冬素材のレイヨンアクリルとかが混ざったちょっと柔らかい感じというよりは、どっちかというと朝っぽい、なんか夏っぽい感じのさらっとした感じで、毛玉はできにくそうです、きっとに思います。はい、はい、ですね、うん、はい、サイズが、M サイズが、はい、見たっけ、この長さが、はい、M サイズが57センチ。はい、え、これを見たっけ？これですね。あ、間違えた。タンクトップやった。タンクトップ、はい、タンクトップです。カーディガンで通って、どこ短くなるんだ。タンクトップのサイズをちょっと、はい、はい、お伝えします。ここが57。はい、57。はい、で、L サイズが2センチ、ちょっと長めになってます。59ですね。はい、で肩幅も M サイズは27で、はい、L サイズは1センチ大きくなってます。はい、でこのバストの部分
こちらは M サイズが41センチ で、はい、で L サイズが3センチ大きくなって44センチとなっております、はい、平置きですよね、これ平置きです、はいはい、あと脇口の幅とかも3センチほど違います。41センチって言っても、ね、あれですもんね。結構 L サイズは1センチちょっと大きめになってます、はい、はい、全体的に 1,2 センチ大きくなってますね、はい、L サイズは。脇全然がっつり開いてないですよこれ、うんね、そんなに気にならないですよね、うん、なんか程よい感じ、きつくもなく、うん、ゆるすぎもしないところも、はい、1センチ大丈夫ですか、おめでとう、はい、です、はい、です、はい、行けましたかね、ゆうこさんですね、ゆうこさん、はい、はい、伝わりましたでしょうか、伝わりましたでしょうか、はい、大体2センチとちょっとね、うん、バスト前でかも3センチほどちょっと緩くなるかという感じでした。そうですね、はい、あ、泉さんいつもありがとうございます、はい、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、こんにちは、あ、たくさん見ていただいてますね、あ、カーディガンの値段教えてください。そうですね、さっきじゃカーディガンのご説明させていただきましょうか、はいはい、お願いします。カーディガンはお値段は税込み3990円です、はい、こちらもサイズが M サイズと L サイズございます、はい、カラーはもうタンクトップと同じ4色展開で、はい、ブラック、モカ、モクベージュ、スモークネイビーブルーです、はいはい、4色展開ですね、はい、で、お素材も全く同じです、同じです、はい、あ、マミさん、こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。伸びますかというご質問いただいてるんですけど、伸縮性はございます。ございます。はい。ございます。そうですね。わかる。あ、こうして。袖とかもこんな感じで伸びますし。こんな感じ。うん。あ、めっちゃ伸びますね。うん、伸びる。はい。縦？縦よりも横に伸びます、うん、伸びます、うん、伸びるんですけどめっちゃしっかりしてるので、うん、こんな感じでお袖の部分もちょっとキュッとなってて、はい、きつすぎないんですけどキュッとなってるのでこうやってまくってもらったらここのお袖のデザインが可愛くて、はい、ね、はい、こんな感じです、こんな感じで、はい、伸びますか UV カットですか、そうなんですよ、今ちょっと、ね、あ、これ UV カットじゃないですよね、でも入れないですもんね、うん、そうだと思います、 UV カットではないんですけど、まあ、カーディガンは夏場紫外線気になるときにさらっと羽織ってもらうのはちょっとおすすめかなと思います、うん、はい、特に UV カットとかではなかったはずです、はい、これ、はい、あ、え、すごい、はい、びっくりした、おすすめの色は何ですか、おすすめね、何やろう、今日は決めてなかったね、今日はね、ちょっと決めてなかったんですけど、おすすめ、私、うん、私結構これが好き、モカ、モカが好きかもしれないです、この間ちょっと着てみたら可愛いかはい、ゆみさん着てるのもすごい見てたら可愛いと思うし、モカいいかもしれない、合わせやすいですよね、うん、ちょっと大人めな感じの、そうですね、うん、え、私何色かな、わかんない、ネイビーかな、逆やったか、ブラック、あ、ブラック結構シックな感じで、このロングだけがすごいいいかも、ブラックもおすすめなんです、うん、めっちゃしっかりして見えるし、はい、そうですね、こんな感じで合わせてもらって大人っぽく、はい、ちょっとさらっと着ていただけるし、はい、なんかお上品にも見えますよね、はい、うん、スカートでもパンツでも、うん、デニムでもいいかもしれない、うんうん、きれいめに着るなら、ブラックかなと思います、これね、ちょっとタンクトップでお話ちょっと戻るんですけど、うん、はい、これ前後言いましたっけ、前後何も言ってないでそうですよね、はい、前後にこの V カットになってるんですよ、うんうん、そうです、同じぐらい V カットになってます、はい、私脱いだのかな、キャミが
ちょっと後ろだけ見せてくれますか。ちょっと全部脱がないように、はい、エミさんがちょっと部位を見せてくれます。こんな感じで、はい、で今ちょっとインナー着てるんですけど、それでもあの V カットそんなに深すぎず見えないぐらいの、はい、ちょうどいい上品に見えるぐらいの V カットが入ってます。そうですね、はい、なんかそんなに飽きすぎず、かといって見えるわけでもなく、はい、本当に程よく、なんか綺麗なラインを見せてくれる、はい、V カットの秋になっております。カーディガンもなんですけど、はい、ちょっとね、あの結構ロングだけでになっていて、ここに深めのスリットが入っているので、そうでした、パンツだったりね、スカートだったり、はい、どちらにも結構合わせていただけるような、スカートだったりこんな感じで、はい、そうちょっとこうやってね、プリーツが見えて、見えて可愛い、動きが分かりやすいので、うん、立体的な感じ、はい、でいいと思いますし、うん、パンツでももちろんでも綺麗に入っていただけます、はい、うん、ちょっとね、私は今ちょっとデニムで合わせてるんですけど、綺麗めなパンツとか合わせてもらってもすごくいいと思います、うん、はい、あとこのあれですよね、はい、後ろ V になってるんですよね、これね、カーディガン、ね、はい、はい、ここの、あ、はい、ここが V になってるので、はい、わかるかな、そうなんです、深すぎないんですけど、ちょっとこの V のデザインなので後ろ、はい、ちょっと普通のこういう丸い感じじゃないので、はい、ここもデザインがあっておすすめ、はい、はい、ちょっと肩の部分もあのドロップショルダーになってて、こう後ろに抜いても綺麗な感じに着用していただける、あ、ここ袋になってるのか、私大丈夫か、あ、そうそう、あ、そんな感じで抜いて着用していただけるような、うん、はい、後ろ姿の抜け感がある感じ、はい、の見え方になってます、はい、あとこの袖の部分がね、ちょっとボリュームがあってポワンとした感じのスリーブになってます。これかわいい、戻してもね、ここが、うん、そう、あのゆとりがあってかわいいし、うん、くってまくっても同じように、はい、ちょっとポワンとなってるんで、ちょっと綺麗めなラインなんですけど、フェミニンにも見えるし、女性らしくて可愛い印象に、うん、で腕が細く見えると、はい、思います、はい、ゆみさんのさっきのこれ色っぽってこれです、ちょっと抵抗あったんですけど、はい、やってみました、やってみました、やってみました、真夏の羽織にも着れますか、夏も着れますか、暑いですかねってコメントいただいてるんですけど、いや夏におすすめです、うん、おすすめです、うん、朝素材、朝が入ってる、朝こんな、ね、ちょっとね全然あの暑くないです、逆に羽織ってもらった方がクーラーとか、そう、紫外線とかの対策になる、なんか結構夏とかに販売されるようなカーディガンみたいな素材ですよね。そうです、こういうの多いですよね、夏。そうそう、あ、多いですよね。こういうちょっと朝っぽい、朝っぽいか、朝が入ってるんですけど。はい、朝コンの。はい。涼しい。涼しい感じの。夏です、ね。はい。なので全然夏も。うん、はい。着用していただきます。春夏？そう、春。もう結構あったか、今日あったかかった、ね。暖かかったですね。お昼とかだと。そう。もし全然今から着用していただいて、夏着用していただけると思います、はいはい、大人カジュアルな感じが可愛い、うん、ですよね、この形でラインもこんな感じのちょっと綺麗な感じなんですけど、可愛いですね、素材が麻であったりとか、うん、でちょっとねカジュアルっぽい素材になるのですごく可愛いと思います、このセットで着るのがめっちゃ可愛いんですよね、そう、おすすめです、うん、セットで着ていただくのが、はい、うん、あ、タンクトップはインせずに着ても大丈夫そうですか、タンクトップ、あ、私が用がね、スカッツ、インせずに着てもこんな感じでちょっと出してもらっても、はい、うん、こんな、そうですか、こんな感じ、あ、全然いいですね、はい、はい、着用していただきます、大丈夫、あの短くないので、はい、出してもらってもこれぐらいの丈感ありますので、はいはい、大丈夫です、こんな感じで、ね、はい、うん、普通に着れますね、はい、はい、こんにちは、あ、私が履いてるスカートの長さどちらのものですか、ね、これ短い方なんでミドルですね、はい、ミドルの方です、はい、はい、
あ、しおりさんスニーカー履いてみてほしいです。そうですよね。スニーカーですよね。ちょっとスニーカー撮ってきます。すいません。はい。すぐ撮ってきます。はい。こんばんは。インスタライブ時間的に間に合いました？インスタライブ時間的に間に合いました？今仕事終わりです。間に合いました。はい、5時からやっております。はい。あ、はい、間に合いましたよ。はい、5時からです。本日はタンクトップとこちらのカーディガンをご紹介してます。はい。はい、ありがとうございます。あとセット販売ですかって、花さんからいただいてるんですけど、はい、セットではなくて単品で、はい、売ってます。はい、でもセットで来ていただけます。はい、同じね素材なので、ね、そうなんです。カラーも全部同じものになります。はい、はい、と私のパンツはピエロのものですかとコメントいただいてるんですけど、はい、ピエロのものです。ピエロであこれですね、はい、こちらがカットオフデニム、はい、カットオフデニムです、はい、なっております。はい、サーチ公式サイトのサーチでカットオフデニムと入れていただいたら出てきます。はい、こんにちは、花子さん、こんにちは。こんにちは。こちら気になってました。限定価格になりますか？限定価格、あれですかね、72時間のやつではないです、はい、もうちょっとその期間は過ぎてしまうのそうですよね。今日までですよね。今日の朝までやったんじゃないですか、多分。もういや、そうですよね。そう、今はあれです、うん、普通の普通のお値段に変わっちゃってるので、カーデガンが3990円で、はい、こっちのタンクトップが2290円です。はい、すいません。マネキンさんのスカートみたいです。はい、これですね。ちょっと今の間にパッと取ってきますね、スニーカー。このスカートこれですね。はい、これはちょっとまだ発売されてないんですけど、予定では明日の発売だったはずです。でまた発売されたら詳しくご説明させていただきますね。はい、こんな感じ。マキシロングのマキシスカートです。はい、これも夏にねおすすめのスカートなので、またね詳しくご説明させていただきます。また販売されたら、はい、もうちょっと明日です多分。白もめちゃ可愛い。そのゴムの感じがすごい可愛いですよね。はい、サンブラウンで3色でしたっけね。カラー3色ですね。よいしょ。しおりさんがスニーカー入ってきてくださったので、はい、できました。スニーカーでも可愛い。あ、可愛いですね。こんな感じで、うん、いい。はい、まずは、うん、はい、春、はい、春って感じですね。春っぽい。これちょっとお花見とか行けそう。お花見ね。お花見とか良さそうじゃいます、うん、なんか素材が結構カジュアルだから、はい、なんか可愛いかも、うんうん、カコバッグとか持って、はい、キメのバッグとか可愛いかもしれない。あ、可愛いですね。そう、これに合わせたらいい、ね、カコバッグね、うん、可愛いと思います。はい、フレンチスリーブのバックフリルワンピース届きました。可愛いです。ありがとうございます。ココロさん嬉しい。ありがとうございます。フレンチスリーブのバックフリルワンピース、あ、アイスコダイご紹介して多分2色そうでした購入してくださって。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。はい、とセットっぽく着れるスカートとインナーとカーデのやつよりこっちのが薄手ですかね。あー、あれですね、あの3色のスカートとインナーとカーディガンのやつですよね、うん、あ、わかりました。リブの方です。あ、ってなる。 あれよりは全然違います、ね、なんか春夏っぽい感じの素材でちょっと軽やかに着てもらえるのがこっち、うん、こっちの方が薄いので、はい、はい、あっちは、あれリブでしたっけ。リブです。あ、じゃあ全然また全然また素材が違う感じで、うん、向こうは今とか着てもらって、うん、柔らかい感じ、うん、ですね、うん、どっちかというと向こうは大人っぽい感じですね。あ、そうかもしれない。なんかカジュアルだ、うん、こっちの方がカジュアルかもしれない、うん、素材的にはカジュアル、こっちの方が。そうです。形はでも綺麗な感じなのに、どっちでもどっちにでもほんまに着
用できる感じだと思います。はい、うん、こちらは薄いですね。はい、前髪が前髪がめっちゃ可愛い切ったんですよね。そうなんですよ。とポップスって去年からあるやつですか？持ってます。ポップス？あ、これですか？これは、これはね、違います。はい、販売となっております。似てるやつかな。あるんですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、マネキンのシャツの商品名教えてほしいです。あ、これは、オーバーサイズシャツ。オーバーサイズシャツ。あ、ありました。タグ、あ、タグはあります。それスカートですか？あ、これスカートかな。あ、スカートだ。あの、ちょっと待ってくださいね。はい、それ明日ご紹介するんですよ。あ、そうですね。そう、明日ね、このシャツをご紹介する予定なので、はい、ちょっと詳しいことは明日、はい、明日また。はい、商品名だけお伝えしておきます。シースルーオーバーシャツでしたっけ。シースルー、あ、そうやったかもしれないです、はい、でも一応確認しますね。はい、あの、まだ発売はされてない。はい、え、されてますね。されてないです。それは、え、されてない。明日販売です。確か。じゃあ明日のご紹介ですね。ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっと今お調べしております、はい、少々お待ちください。スニーカーありがとうございます。可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。この間お二人が紹介されてた後ろにフリル、後ろがフリルになったワンピース届きました。すごく可愛かったです。見てると全部欲しくなります。嬉しいです。ありがとうございます。可愛かったですよね。あれ、ありがとうございます。可愛い。ココロさん、かしこまりました。一回目で回出されるで。ありがとうございます。またお待ちしてます、うん、はい、あ、明日も見ます。泉さんがありがとうございます。ありがとうございます。萌さん、こんにちは。こんにちは。あれ、今日全然あれです、ね、デザインとかお伝えしてないか。シースルー、さっきのね、このマネキンのシャツなんですけど、はい、シースルーオーバーサイズシャツ、はい、はい、こちら明日販売となっておりまして、はい、明日またインスタライブでご紹介させていただこうと思ってます。はい、はい、マネキンのトップス明日発売なんですね。よく似た形の去年買いました。あ、トップスってこっちですね。あ、すいません、すいません。シースルーね、今年結構出てますよね。出てますね、うん、めちゃくちゃもの可愛い多くて、うんうん、色もたくさんあってね、うん、ヘロッとした感じが可愛いです。はい、コーデの参考にします。スカートに合わせてインしたら可愛いですね。ね、この感じ可愛いですよね。可愛いと思います。この中に着せてるのがこの V ネックの、え、タンク、タンクの V ネック木ベージュでしたっけ。木ベージュです。はい、木ベージュを着せてます。はい、こういったインナー使いもできるし、カーディガンとこんな感じ合わせとかもできるので、結構マルチに使えますよね。イメージはしやすいよね。あと、なんか同じ色で今は着てるんですけど、別に違う色で合わせてもらっても全然あの大丈夫。何があるか、ね、なんかこれとこのエミさんが着てるインナーを一緒に合わせたりとか、あのしてもらっても大丈夫です。可愛いです。はい、あとはね、ちょっと T シャツとか、あ、うん、中に持ってくるものは、はい、なんかセーターアップですごい可愛いんですけど、お、ありがとうございます。はい、こんな感じでね、ちょっと T シャツと合わせてもらったりとかでも可愛いです。うん、はい、下はデニムとかでも、うん、はい、デニムとかね、はい、あとストレートパンツとか。あ、そうですね。あと柄のスカートとかで合わせてもらっても可愛いと思います。はい、ね、マネキンさんのありがとうございます。明日も楽しみに、いや、楽しみに見ます。 ありがとうございます。お待ちしてます。いつもピチさん見ていただいてすみません、ありがとうございます。ありがとうございます。投資35さん、はじめまして。はじめまして、ね、はじめまして、ありがとうございます。今日結構はじめましての方、うん、多い気がします。はい、うん、カーディガンは夏の汗染みなど気になる感じですか。カーディガン、これ汗染み、あ、でもどうですかね、これ結構
なんかサラッとしてて乾きやすそうな、あの通気性がいい感じ。スケスケではないけど、汗染みが気になるお素材ではないと思います。濃い色やって、なんかベタっとついたらダメなんですけど、結構脇口とかもあの全然つかないぐらいのゆとりがあって、そうですね、ここが脇汗とかも全然気にならないぐらい、結構空間あるんですよね。あとこの後ろの抜いた感じとかもあるので、どっちかというと本当に通気性もよく、そうですね、はい、ただこうもう肌にくっついてるところがもうびちょびちょになった場合はもしかしたらちょっと色は濃くなっちゃうかもしれないんですけど、はい、素材的にあとデザイン的には、あのただそんなに気になりにくいタイプかなと思います、はい、こことかなんか夏、ここの汗気になりますね。あ、なります。ここ背中、ここね、背中のここなんですよ、はい、でもサラサラだから多分大丈夫だと思います、通気性がいいから結構すぐ乾きそう、はい、テーパードパンツの再入荷がいつか等はお聞きしていいのでしょうか。テーパードパンツ、デニムですか。デニム、デニムだと思う。デニム再入荷、あ、そうなんですか、ね、再入荷もうないんですか。この間なんかあった気がしたんですけど、ちょっとまたちょっと、ね、お調べして、はい、あのどうしよう、ストーリーインスタグラムでお伝えできればなと思います。はい、ストーリーの方ですね。ペーパードの、はい、あれですよね、デニムでいいんですよね。大人のためのゆる、あ、ゆるペーパードデニムですかね。へだと思います。あ、サインコ、あ、サインコ、あ、そうか、サイズによってはどちらのカラーかな。ノーマルとかウォッシュとかあるやつですよね。ノーマルってことですよね。ノーマル、はい、ノーマルのインディゴ、ホワイト、インディゴとホワイトが品切れに、違いました、くすみブルーのセンタープレスのです。センタープレスボックス、ボックスパンツですか、ですかね。センタープレスのです、くすみブルーの、え、あれですかね、この間紹介したやつ、あのあれです、ミントの、ミントのやつですか、かなかもしれない、くすみブルーのやつ、あのあれですか、え、来たやつ、来たやつです、2人にあの紹介したやつ、あのピン、めっちゃピンタック、あ、違うか、あれってか、あ、なんかリネン素材みたいなやつですよね。そうです、そうです、ではないんですかね、くすみブルーのセンタープレス、あれだと思う、センタープレスのボックスパンツ、ミントですかね、くすみブルーっていうのは、そうかもしれない、のことですかね。あ、それか、スモークブルーの、スモークブルーの畳ですかね。畳、あ、ちょっと、どのことだろう。トシトシさん、センタープレスボックスパンツですかね。ですかね。あら、スモークブルー、あ、これ P サイズがあるやつなんですが、P サイズがあるやつ、 P サイズはちょっと高見えの、これですかね。え、こっちの方ですか、こっちの、高見え、あ、こっちですかね、これですか、このスモークブルーで合ってますか、ちょっと教えていただけるとすみません、はい、すみません、はい、あ、今来ました、ロングカーディガン可愛いです、おいくらですか。ロングカーディガンは3990円税込みです。はい、はい、はい、安いです、はい、あ、それじゃないですね、もえもえさん、ありがとうございます。嬉しい、いつもありがとうございます。それじゃないらしいです。あ、やっぱミントの方ですかね、あの公式サイトの商品ページに商品番号っていうものがありまして、すみません、こちらのページのこの商品番号、ここに商品番号っていうものがありますので、よければちょっとね、間違ったちょっと情報をお伝えするしてしまったらダメなので、はい、あのよろしければ DM の方にそちらを送っていただければ、あのお返事をさせていただきたいなと思います。すみません、よろしくお願いします。お願いします。
ね。はい、ですかね。大丈夫、コメント大丈夫ですかね。大丈夫ですね。はい、調べてきます。すみません、すみません、ありがとうございます。お待ちしてます。はい、はい、カーディガンの中に着てるのはセットですか別ですかってコメントいただいてるんですけど、こちらのタンクトップとこちらのカーディガンは別の、販売となっております。はい、はい、でセットで着ていただけるっていう、はい、両素材で同じカラーでございますので、はい、セットでも着用していただけます。はい、はい、ですかね。エミさんのサンダルはピーラのですか。そうです。あ、そうです。はい、はい、これ一緒でしたっけ。来週発売でした。分かんなくなった。ここに、ね、開いてるんですよ。あ、ちょっと調べますね。それって何でしたっけ。えっとね、アシメトングサンダル。アシメトングサンダル、はい、あ、あった。ありました。ね、うん、一応、はい、の予定で20日あたりの予定、はい、来週、来週ですよ。来週あたりの予定となっております。はい、はい、サンダル、あ、そうですね、サンダルまとめてご紹介できたらいいんですけどね。そうですね、ま、はい、一応来週あたりで、うん、また販売の際は改めてあのストーリーの方に上げさせていただきます。はい、はい、ご確認ください。はい、あ、トシーさんありがとうございました。すいません。すいません。お願いします。もえもえさん、サンダル調べてもらってありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。じゃあぼちぼち、そうですね、はい、あのおさらいと、おさらいと、はい、行きましょうか。本日ご紹介させていただきました、はい、アイテムは2つです。はい、2つです。タンクトップとカーディガン、はい、朝コン、どっちも朝コンなんですけど、はい、朝コン V ネックタンクですね。はい、朝コン V ネックタンクです、はい、ちょっとサラッとしたね、うん、です、はい、です。で、4色展開でブラックと、はい、モカとで木ベージュがこの、あ、あ、そうですね、これですね、はい、このお色味です、はい、今マネキンの中に着せてるやつタンクトップ、はい、と、しおりさんが着てるのがスモークネイビーブルーです。はい、あ、なんか黒くなりましたね、今。なんでなんか画面暗くなっちゃったかもしれない。すいません、大丈夫かな。ゆみさんの携帯が、携帯がおかしいなと思います。あ、暗かったの。でもこっち、あ、いけてますね。いけてます。はい、よかったです。で、はい、お値段は2290円税込みです。はい、お素材はアクリル 50%、レーヨン 35%、麻 15% です。はい、で、透け感は、あ、あのタンクは下着透けますか、うん、っていうコメントも今ちょっといただいてたので、お伝えしますと、薄いカラー、なんていうの、このブラックとかは、はい、とかネイビーは、これとか、そう、は、そんな透けにくいんですけど、あの薄い色、淡い色、淡い色、こっちはこういった木ページとかは中はちょっとね、はい、透け感がある、ちょっと涼しげな感じで作っているので、はい、ちょっとね、透け感が若干あるような感じ、はい、なので木ページとかはちょっとインナー白とかにね、あ、その方がいいと思います、はい、ですかね、いいかもしれないです。黒とかだったら、はい、あの全然黒色とか、黒、全然私たち今黒の、あ、そうです、そうです、あのキャミーソール、黒なんですけど、はい、全然透けないですし、はい、いけてますね。はい、はい、いけるかな、はい、そうですね。で、何だったっけ、あ、ちょっとカーディガン、あ、カーディガン、サイズ、サイズは M サイズと L サイズです。言いましたか、言いましたか、分かんないですけど、はい、ML です。はい、で、カーディガンも同じお素材で、お色味も4色同じです、はい、で、お値段が3990円となっております。はい、ですね、それぐらいかな。で、はい、そうだ、カーディガンの長さ、うん、さっきね、言いますねって言ってたんですけど、はい、カーディガンは M サイズが109センチ、長さが、
構長いで、L サイズが2センチちょっと長くなります。はい、はい、で、うん、バスタの方は3センチ、大きくなります。はい、大きくなります。はい、はい、なんで幅が結構3センチ、長さが2センチぐらいの幅、うん、違いになってくると思います。はい、はい、それぐらいですか ね、 ね、腕周りとかも腕周りとか、ね、でも M も結構ゆったりしてますよね。 そんなにね、うん、ぴったりじゃなくて結構結構このね、袖部分がゆったりがあって、ポワンとしてこうちょっとねボリュームがある感じになってるので、はい、脇口とかもそんなにねピタッとする感じもないです。はい、はい、ですね、うん、L サイズだと3センチちょっとゆとりが幅にできるぐらい、こうか、うん、丈も2センチ伸びるぐらいになります。はい、はい、でサイズもこちらも M サイズ、L サイズですね。今いますね。はい、M サイズ、L サイズです。お値段だけちょっと違いますので、はい、はい、また詳しくはページを見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます、はい。ではそろそろ、はい、大丈夫ですかね。今日はあの2つのご紹介でした。はい、2つのねご紹介でしたね。はい、明日は何ご紹介でしたっけ。明日はこちらのオーバー、そうだ、これサイズシャツ、シャツシースルーオーバーサイズシャツ、こちらと、皆さんお待ちかねのちょっとミュールですね。ミュール、V カットミュールのご紹介をさせていただきたいなと思ってます。はい、はい、ぜひ、はい、17時から、はい、私たちで、はい、はい、ライブ配信します。はい、ぜひご覧ください。はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですかね。はい、ではまた本日も、はい、本日もね、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた明日、はい、お待ちしております。お待ちしております。はい、ありがとうございました。切ります。どうやって切るんですか。終了します。ありがとうございます。